1万8000人を超える観衆を集めた8位ベガルタと首位レッズのゲーム。先制したのはホームでまだ勝利のないベガルタ。前半20分コーナーキックからリカルドつなぎ、最後は藤吉。ベガルタ藤吉の J2 初ゴールで先制します。さらに21分、平間のパスから小林が技ありボレーを決め、2対0ベガルタリードを広げます。点もリードされた首位レッズは後半開始2分、後半から入った吉野が ミドルシュートを決めて1点差に詰め寄ります。後半25分には岡野のクロスに大島合わせ、2対2レッズ同点に追いつきます。ゲームはこのまま延長戦へもつれ込みます。迎えた延長前半5分、福田がディフェンダーかわし、最後はクビツァ、押し込んで B ゴール。レッズ今だ負けなしで首位を守りました。